写真拡大。巨人の長嶋茂雄終身名誉監督が4日、球団を通じてコメントを発表。以下、コメント全文。原監督の指揮官としての力量を考えれば、驚くことではないと思います。むしろ、私がそんなに勝利数を残していたことに驚きました。原監督とは、私が2度目の監督に就任した際、現役で3年間、コーチとして3年間、共にジャイアンツを支えましたが、果たして彼の役に立てたかどうかは、はなはだ疑問です。ただ、自分の後は原しかいない、将来のジャイアンツ魂を受け継ぐことができるのは原しかいないと考え、2001年の後半戦から最終戦までヘッドコーチだった彼に、こっそり指揮を取らせ、実戦経験を積ませたことは、私の心の中での密かな自慢となっています。原監督の采配の最も優れているところは、攻めるところは徹底的に攻め、守るところは徹底的に守るという姿勢です。メリハリがあるということです。実はこれはとても大切な概念で、物事に緩急や強弱をつけることは、新たなパワーを生む原動力につながります。現ジャイアンツの試合内容に爆発的な展開が多いのは、選手たちにその思いが伝わっているからでしょう。私は15年間で1034勝させてもらいましたが、原監督は14年目で1034勝、私は65歳までジャイアンツの監督をやらせてもらいましたから、原監督の61歳は、まだまだ若い。未来永劫、ジャイアンツの地盤がしっかりと固まるまで、チームを牽引してもらいたいと思います。